部屋は靴。部屋で靴。今日はファッションコーデ問題でございます。みんな大好きファッションについてです。こちら入りまーす。こちら入りまーす。はい、ほのぼのさんの皆さんの衣装です。よろしくお願いします。今日ですね、のえのほのぼのお気に入りの服をここに飾りました。こっちほのぼの、こっちのえの。コメント欄でもよくいただいてるんですけれども、ファッション紹介してたということで、2人でファッション紹介していきます。すいません、大丈夫ですか。はい、すいません、抜けます。すいません。本日これ対決になりますので、コメント欄で皆さん書いてください。自信満々ですね。うん、まあそれはね、さすがです。はい、ほのぼの負けませんから。あ、そう、なんとほのぼの負けませんから。なんと今日、なんとですね、ほのぼのさん負けませんということでですね、はい、勝つ自信しかないんで、とりあえずののから紹介していきます。入ります。はい、ののちゃんの衣装です。ありがとうございます。ののはですね、今回白を基調にしたファッションになっております。この靴お気に入りなんですよ。この靴基準でね、ファッションしてると言っても過言ではありません。こちらマウジーになります。ノエの大好きなブランドです。ノエの履いてる靴大体マウジーです。ヒールめっちゃ高いんです。なんでこれ分かると思うんですけども、本当は足ノエの長くない説出てくるから、足長くない説出てくる。まあでもですね、このほのぼのもですね、こちら注目していただきたいんですけども、スケートシューズ買ったぐらいこうでかいのをね、あ、こちらなんとですね8センチあります。8センチあるみたいです。で、ノエノのこちらサンダルなんですけれども、夏履きまくるためにゲットしました。これ結構ノエノ番組見るんじゃないでしょうか。お気に入りのズボン H&M で、上がベルシカです。ベルシカ H&M、 中はヒートテック着てるんですけども、みんな大好きユニクロです。ユニクロ。それではほのぼの、さすがですね、今日負けていないですね。ほのぼののこの靴はめちゃくちゃ靴下感半端ないコルミーベイビーで買った靴です。そういう靴流行ってますよね今。はい、このスパッツ可愛いなってるんですよ。フェイクレーザーです。ザンラ、ザラさんでございます。上がほのぼのめっちゃお気に入りのこれ、黒も持ってるんですけども、ニコロンのトレーナーです。この後ろの文字がね、めちゃくちゃ気に入っております。でですね、ほのぼの今回ちょっと黄緑の靴履いてみたんですけども、このトレーナーと同じ紫の靴でもいいんじゃないかなと思って。あんた紫の靴なんて持ってたっけ。持ってる持ってる。それ私の、多分足の大きさ同じ。あ、ちょっと深い、ちょっとどこでないと思います。あ、でも似合いますね。めっちゃオシャンティーじゃない。シャンティーになります。めっちゃオシャンティー。そう、なんか靴下の色がさ、この靴アナザーエディションさん、こちらアローズでゲットしました。続きまして、続きましてないの。次どれにしましょうかね。結構見る服かな。あー、かわいい。そう、こちらも可愛い服なんですけれども、こちらですね、今お流行りの商品になっております。こんな感じですね。ちょっと着てみますね。はい、魔法でいきます。ナチ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 。どうでしょう、こちらのファッションのポイントは。そこですね、肩が出てるんです。夏におすすめです。まあ全開にしないんですけど、全開にできることもあります。本当に肩がつるって出るんですけれども、見えすぎもね、場所はあんまり好きじゃないんで、これぐらいがいいと思います。上からベルトしたらワンピースな感じで着れますよ。あ、それ私の。待って、これはさ、こういう感じになるよね。これ違うな。ちょっとベルト巻いてみます。こちらベルトはゲストでございます。じゃあ、ほのぼのの、あと着方違う。スタイリストちょっと無視されました。こんな感じで乗せてもいいですね。よきよき。だいぶ上でベルト締めてるんで足が長く見えます。この状態でもう一着いきます。これだけで着るのもすごい可愛いんですけれども、これをねちょこっと見せる着方があると、それがキラ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 。上にまたこれ肩が着れられるやつを羽織ったんですね。こちらがパーカーなんですよ。ポニーテールしてるのかわいい。すいません、雑音入っちゃったのもう一回いきます。フードがかわいい。すいません、ここカットでお願いします。私が編集するんですけど、こんな感じで着回しできるでしょ。下はこんな感じで、こんな感じで、こんな感じで。で、続きます、ほのぼのさんですね。こちら、ちなみにワンスポです。ワンスポ、あ、ワンスポダウン、ダウン、アップ、ダウン。エントリーナンバー
学ぶね。ありがとう、みんなありがとう。ヌヌさん、ちょっと靴脱いでもらっていいですか。事務所通してもらっていいですか。まあ、靴脱ぐの何の的には大丈夫なんですけども、何の的には大丈夫なんですけども、もしかしたら事務所が NG 出すかもしれないんで、カットかもしれない。まだヌヌの方が身長高いんで、こんな感じです。あ、これもちょっと事務所通さないと、事務所通さないとダメなんですか。ここもちょっとお願いします。キラリン、クルリン、プルプル、ハッピー。ほぼの今この服一押しなんですけども、ニコロンです。すごいニコロンさんのお洋服いっぱい持ってます。着回しコーデしたくて、ほぼのファッション系はニコプチを参考にさせていただきまして、今ですねスタイプレミアムさんでもっとニコプチ TV っていうのをやっていまして、それほぼの見てるんですけども、その中で着回しコーデをやってるのがあって、ほぼのもやってみたいなと思って、こちらではなくて着回しということなので、この着回しやすいなと思ったシャツ選びました。こちらですね、ももかチャンネルさんのももかちゃんと一緒にコラボした時にお揃いで買ったシャツです。これ上にも羽織れるし、普通に1枚としても着れるから着回しにいいかなと思って、こちらはザラです。リロ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 リ、こちらは紫の服に合わせてちょっとコーデするので、こちらこれもワンスポなんですけども、ちょっとワンスポバターなんですけども、コラボの新しいこれ登場します。よろしくお願いします。キャ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 、靴はさっきと変わらず109で買った靴で、こちらのタイツはダイソーで300円でした。パンツはザラで購入しました。釣りがついてるのでおしゃれにするためにこれ落とします。足長い、足長っ。こういう声ですと、ほのほのでも足が長く見えると。そうね、認めましたね、そう、黒だから。おすすめですね、こちらの方でね。あとこれ意外ときっちりしてるんで、足が細く見える。ほのほのでですね、さっき言ったようにほのぼの着回しなので、このシャツを中心にキラ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 ーの前に帽子かぶって、水くこんな感じでリュック背負って、水色の方がいい、こんな感じで、ちなみにこの帽子プーマ、そしてこのリュックはアディダス、ここについてのマイクラの札ということで、この服を着回していきたいと思います。リロ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 リン。2着目は靴がコルミーベイビーさんで買ったこの靴と、タイツは変わらずです。下はグローバルワークで、ジャンバーはベルシカで買いました。こうやって着るのもいいですけど、肩をこうやって落として着る方が多分、あ、かわいいです。皆さん似合ってると思います。このベルシカの服どれだけすごいか、ここでやったらできそうなんでやります。ヌヌ、スマホのライト用意してください。バーン、すっごい、やばすごい、やば、真っ白。もう一枚撮って、かっけ、これ何で使えるんじゃないかっていうか、発光してます。いや、すごい、やば、見てください、めっちゃ光ってる、白い感じ。夜着て歩いたら目立つので、車にはねられる確率低いです。すごーい。ということで、このまんまバーン、ほのぼの着回し最後です。キラ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 。最後はこの上が島村で、スカートがピンクラテ、靴はこの靴と一緒の買った場所です。109です。上にこうやって春なので羽織るって感じです。見て、前髪、髪型最後変えてみました、前髪を。それ今流行ってますよね、なんか。はい、どれだけ薄くできるか選手権とかあるんで。ほのぼのは眉毛が太いので、あまり薄くしませんでした。ほのぼの最後一着お気に入り羽織ります。あれ、ちょっと待ってください、襟オン襟じゃないですかそれ。いや、ちょっと待って、最近流行ってるんですか。え、知らないんですか。ヌーの知らないんです。すごいですよ。そうなんですか。え、襟オン襟って流行ってるんですか。こちら後ろマーベルです。おー、ということで、ナイトのワンスポ来ました。これでも結構最近見るでしょ。見るー。プリクラとかもこれで撮ってます。評判がいい、この前髪。なんかエリオマエリー、ここみたいな、なんかいけるね。最近流行ってるこういうのに肩こうやってつけて、あんなんじゃこんな感じ。ということで、ファッションコール対決、どちらの方が良かったでしょうか。どんどんかな、可愛いっていうセンスがあるっていうのは、このもんだと思うので、信じちゃわれてんじゃん。皆さんどうぞコメント欄にほのぼのって書いてください。いやいや、なめろって書いてください。ということで、おしゃべり、おしゃべりみんな興味あると思うんですけれども、おしゃべり、おしゃべりみんな興味あると
なと思うんですけれども、どなたほのぼのもそうですけど、もっともっとおしゃれをレベルアップしたいって方は、先ほどほのぼのも言いましたけれども、小学生人気ナンバーワンファッション誌ミコプチュの人気客がなんとですね、配信番組になって登場でございます。嬉しいですね。ミコプチュモデルの皆さんが可愛いをお届けするファッションバラエティー。今日ほのぼのがしたような着回しコーデやヘアアレンジ講座のみならず、なんとですね、社会科見学など普段はなかなか見られないね、ミコプチュモデルさんの一面を見られちゃう、まあ、おしゃれはもちろんのこと、時には勉強にも役立つ情報番組、もっとミコプチュ TV。 モデルさん可愛いね、みんなね、ぜひ見て参考にしてください。スタイアプレミアムで配信中です。詳しくは概要欄にリンク貼ってきますのでチェックしてください。今回ほのぼのエリオンエリで決めたんですけれども、これノエノエ今日リボンついてるんですよ。まあ、ノエノエも起きるファッションで結構映えしたいなと思いますので、キラ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 。ほのぼのこの服はノエノエが買ったいいやつだよ。これは流行ったやつ。え、普通にさ、良くない？あんた普通にこうやってここにつけたくて、ノエノエ、あ、よいしょわーちゃん。もっとニコプチ TV 概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。